質疑の申し出がありますので順次これを許します。木村弥生さん、はい、木村弥生さん、ありがとうございます。自由民主党の木村弥生です。本日は、一般質問で、私は日本のこの潜在力のパワーを生かしていくと、この誰もがより健康で活躍する社会について質問をしたいと思います。コロナ禍で大きなパラダイムシフトが起きています。これまでのこの同じ属性の人たちが主に男性の安定雇用によって生産性が保たれて、そして福祉が成り立っていた。しかしながら今少子化となり、人口減少社会の中で一人一人が潜在力を発揮できる、意欲があれば就労できる、自分の存在が承認されることで貧困や孤独を解消し、ひいては生きがいを感じながら健康につながっていく、そんな社会になっていくようにと私は考えております。そこで一つ目の質問であります。コロナ対策、我が京都におきましても感染が急拡大しております。西脇府知事もまん延防止等重点措置の適用を要請するという報道がありました。ワクチンの接種が順調に進むように安定的な供給を今一度要望したいところでございます。そこで一つ目の質問であります。潜在看護職の活用について2月4日の衆議院の予算委員会で質問いたしました。そのかつてないほどの規模で今回ワクチンの接種が全国展開されてまいります中で、この人材確保として日本で看護職の資格を持ちながら今現場で働いていない、いわゆる潜在看護職、今全国で70万人と推計されております。推計と申しますのは運転免許のような今市制ではないからであります。その潜在看護職の活用を予算委員会で提案いたしましたところ、翌週の NHK のニュースで、その潜在看護職たちが、今こんな時だからこそ役に立ちたいと、復職した看護師たちの活躍が取材をされておりました。また、我が京都府の看護協会におきましても、こういった潜在看護職たちのワクチンの接種の人材としての研修を行ったところでございます。ただですね、今その全国展開する中で、その時給が各自治体によって違います。それはもちろん都市部と地方とでは物価等も違いますし、その感染の広がりも違うのは理解しておりますが、ただそのあまりにもこう時給が低いと、その自治体の看護師に対しての専門性の理解が乏しいのではないかとすら疑うような、そういうところもあるのは事実であります。そこで質問であります。こういった時給の差異について国は把握しているのでしょうか。お聞かせください。商売市健康局長。時給の差異は、まあ、恐らくあるんだと思いますけれど、それ網羅的には把握はしておりません。木村弥生さん。確かに、それはいろいろと地域によっての事情があるので、そこまで国がコミットしないという、そういったことも分かりますけれども、そこででもですね、時給が低くても自分たちが役に立つならと、看護職の皆さんの独特の本当に、責任感、や使命感で、こう集まっているという話も聞きます。今その人材確保状況というのは、そちらもいかがなんでしょうか。商売市健康局長。お答えします。現在自治体において、看護師の確保を含めワクチン接種にかかる人的体制を整備していただいております。一部の自治体においては看護師が不足している会場もあることから、看護職員の確保に向けて都道府県ナースセンターを通じた潜在看護職員や民間の職業紹介事業者の活用、それから僻地のワクチン接種会場への看護職員の派遣について自治体宛てに確保策を周知し、
看護職員の確保に努めているところではございます。こうした取り組みを通じて自治体の状況を適切に把握しながら、ワクチンの接種が円滑に行われるよう、引き続き看護師の確保に向けた支援をしてまいりたいと考えております。木村弥生さん。はい、ありがとうございます。予算委員会の時に、そのコロナで、亡くなった看護師はいらっしゃるんですかという質問した時に、そういった把握はしていないというお答えでありました。全体的なというお答えは田村大臣からあったかと思いますけれども、そのどこでどういうふうに今まだ確保できていないかということはこれからだと思いますけれども、その東日本大震災の時もそうでしたけれども、こういった非常に厳しい状況の時に看護師は本当に頑張ります。自分たちの職責を果たそうと、そしてもともと責任感と、あと非常に心優しい人たちが多いところを、やはりそこに甘えてほしくないです。きちんと専門性を評価して、そしてそういった対応を国としても支援するというのが、潜在看護職たち、先ほど70万人推計でいると言いましたけれども、国の姿勢を今やはり見守っているんだと、そういうところもあると思いますので、ぜひそこのところをお組み置きいただければありがたいです。2つ目の質問にいたします。夜勤要員の確保であります。結局実習ができない、コロナでできない中で、もちろんその例えばシミュレーションのいろんな機材等々を購入するための支援はしていただきました中で、やはりリアリティショックというものがあります。私が40で看護師になったという話はもう院の皆様ご存知の方が多いと思いますけれども、私が大学病院で看護師新人になりました時、夜勤に入ったのは忘れもしない6月の1日でございました。しかしながら、いろんな中で夜勤に入る時間がなかなか今大変伸びているという状況の中で、新人がまだまだ夜勤要員としてしっかりと確保できない中で、非常に医療体制厳しいと聞いております。そこでそういった例年よりも遅くなっている状況の中で、国としての策は講じているんでしょうか。佐古井医政局長。令和2年9月に実施をされました日本看護協会の調査によりますと、新人看護職員の夜勤の独り立ちをする時期、これが例年より遅れていると回答した病院約3割であったと承知をいたしておりまして、新人研修が計画通り進まず、演習の機会の確保が難しい状況にあったことがその要因と考えられます。それから令和3年度の新人看護職員においては、看護基礎教育の臨時実習の体験が少ないことなどから、例年よりも職場での業務習得に時間を要することなどが考えられております。厚生労働省といたしまして、こうした新人看護職員を指導する看護職員の負担軽減を図りまして、新人看護職員の職場適用を促進することを目的とした新型コロナウイルス感染症の影響による看護基礎教育での実習の経験不足を補いまして、就業先の新人看護職員研修では補えない臨床現場での体験学習の機会を確保するための事業を令和3年度において実施をいたしております。それから新人看護職員を迎える各現場に対しまして、基礎教育の状況を踏まえた丁寧なオリエンテーション、あるいは OJT の機会を確保した新人看護職員研修を計画していただくよう、令和2年12月に事務連絡を発出し対応をお願いしておりまして、引き続きこうした取り組みを通じまして、看護職員、新人看護職員の職場適用を促進してまいりたいと考えております。木村弥生さん。はい、ありがとうございます。私がいた大学病院は婦人科病棟でしたけれど、50人のベッドで、2人から3人で夜勤をやっていた、非常に責任を伴うところでありますので、そこのところはしっかりとやっていただきたいと思います。
3番目です。保健所の体制支援について、昨年の11月の20日の厚労委員会で私質問いたしました。保健師の増員を訴えまして、当時田村大臣とまた総務省から宮地大臣政務官が非常に心強いご答弁いただいて、結果令和3年度予算において感染症対応の業務に従事する保健師がこの 1.5 倍、2年間で900名の増員というのが決定したの、大変感謝しております。そういった中でですね、まだまだ保健所が依然として現場は厳しくて、そして混乱と不安を抱えていて疲弊しているのは現状でございます。こういった中で地元から聞いた話で、入院できずに自宅療養を余儀なくされておられます要介護者、障害のある方たちに対してですね、臨時的にケアをしようという、そういった訪問看護や訪問介護事業者の人たちが、その汗が報われるようにしていただきたい、要は柔軟な対応をしていただきたいということです。質問通告の時にはその個別支援計画の作成のことについて書きましたけれども、ここは要は尺子定規に対応するのではなく、きちんと柔軟性を持って、そういうことを国としても支えていくのだという、そういう言葉をいただければと思います。赤澤障害保健福祉部長。介護サービスや障害福祉サービスは利用者その家族の生活に欠かせないもので、必要なサービス等が提供されるようケアマネージャー等が自治体連携の上調整することが重要であると考えております。介護サービス障害サービスの提供にあたって個別サービス計画等を作成しなければならないとされておりますが、緊急的にサービスを提供することになった場合には、提供する予定のサービスの内容を事前に口頭で説明し、提供する予定のサービス内容を事前に同意を口頭で説明し同意を得ていれば、必ずしもサービス提供前に個別サービス計画等を作成する必要性はなく、報酬請求前までに作成すれば良いものと考えておりまして、そういう柔軟な取り扱いができると考えているところでございます。木村弥生さん。はい、きっと全国の保健所でそういった混乱が生じていると思いますので、ぜひそこのところはきちんとフォローしていただければと思います。コロナについての質問は終わりです。子ども庁の創設についての期待を質問します。チルドレンファーストの子ども行政のあり方勉強会が我が党の若手議員を中心に立ち上がりまして、私も呼びかけ人の一人であります。3月の19日に子ども庁の創設に向けた緊急提言というものを官邸に提出して、菅総理からも強い決意を持って取り組むという発言をいただきました。私が取り組んでおります日本版 DBS、 小児犯罪の性犯罪の前科がないことを証明する書類を子どもと関わる職業、これはボランティアも含めてでありますに就くものは雇用主に提出するという義務付けるこの制度、このその創設についてもですね、この子ども政策のこの子ども庁の勉強会が2月に実施したアンケートは2週間で1万7000人、そして合計で4万8000の意見があった中で、300件の無犯罪証明書の提出の制度化を求めるという意見もありました。党の行革本部で縦割り行政の打破 PT や、また自民公明の有志によるわいせつ教員根絶立法検討ワーキングチームでも取り組んでいる問題であります。この子ども庁の創設の目的は、縦割りを克服し、府省庁横断の一貫性を確保するための強い権限と、相互調整機能を持たせるとあります。縦割り行政の打破、そして国民のために働くというのは、菅政権の真骨頂であります。現段階で明確な答弁は難しいと思いますが、田村大臣の決意をお聞かせください。田村厚生労働大臣。自民党の国会議員の有志の会、勉強会をやっておられて、子ども庁の創設に向けた提言をいただいているというふうにお聞きいたしております。国の方もですね、内閣府の子ども子育て本部を中心にですね、幼児教育、子育て、さらに言えばですね、保育等々いろんなもの、こういうものを進めておるわけであります。今、一元的にですね進めておりますが、それ以外にも、我が省所管しておりますような分野、
障害児の問題もあると思います。それから、福祉の問題、子どもの貧困の問題、さらには、虐待の問題、本当に幅広い子どもに関わる問題があるわけでございます。どういうような形でですね、その分野所管をしていくのか、年齢で分けるという形なのか、いろんなこれ切り口があると思います。いずれにいたしましてもですね、子どもというものを縦割りではなくって一つの形の中においてですね、さまざまな問題をですね、解決に向かって検討していくこと、これ大変重要であろうというふうに思いますし、それ自体国民の皆様方にですね、チルドレンファーストというお話がございましたけれども、子どもを大切にするそういう社会であり政府である、こういうようなメッセージが伝わるということでもございます。いただいた提言、しっかりと受け止めさせていただきながら検討させていただきたいというふうに考えております。木村弥生さん。はい、ありがとうございます。これは決して行政の肥大化をというものではなく、しっかりと子どもたちが隙間なく支援できるような大切にするんだという、そういった国からのメッセージをこれから持ち出していければと思います。次の質問、ちょっと時間がないので、子ども宅食についてであります。先ほど児童虐待のお話もありました。子ども宅食、私議連の幹事長を務めております中で、この子どもの支援対象児童等見守り強化事業につきましては、本当にありがたいことに令和2年度第3次補正予算、また令和3年度に活用できる形で、非常に10分の10の予算が計上されたところでありますが、全国の自治体におきましては、翌年度のこの予算の見通しが立たないという不安で、躊躇している原因であります。こういった点も踏まえて、予算の執行率と、そして本事業企業の評価、そして今後の見通しについて、ちょっとすいません、1回でまとめてご答弁いただければと思います。渡辺こども家庭局長。ご指摘のございました、まずこの事業の執行状況でございますが、令和2年度の二次補正で31億、それから三次補正で36億計上したところでございますが、現時点での執行状況、令和3年3月現在でございますが、65市区町村で 5.1 億円となってございます。でこの事業はまさに宅食等を中心に地域に根ざした民間団体と自治体が共同するという取り組みでございまして、コロナ禍はもとよりコロナ後も見据えて、子どもの見守りや安全確保に重要な役割を果たしているものと考えております。ただなかなかこの民間団体、市町村との連携ということに慣れていないということもありまして、市町村の側、民間団体ともに戸惑いもあるということで、私どもとしては例えばオンラインセミナーなどで実際にこの事業に、従事していらっしゃる方に、直接呼びかけることなども含めて、事業の周知等を行っておりまして、まだ予算の執行状況も、必ずしも高いものではございませんので、今後ともしっかりと、事業が活用されるように取り組んでまいりたいと考えております。はい、木村弥生さん。はい、今まで福祉は申請してっていうのがありましたけれども、この子ども宅食はアウトリーチ型出前福祉と言われています。こういった形で、本当に支援できるようにと思いますので、ぜひお願いいたします。ちょっと次の質問に関して、障害者優先調達推進法の方をお願いします。コロナを機に大きく変わったことの一つとして、今までこの例えば移動することがなかなか難しかった人たちが、それぞれの能力に応じてテレワークや、またそういった社会参加の動きが加速したと思います。まさに潜在力を発揮できる仕組み作りが求められています。障害者優先調達推進法について調べました。これは物品やサービスを国や地方公共団体で優先的に障害者の雇用施設等々から購入するというものでありますが、残念ながらあまり進んでおりません。これは私は障害者の方たちの経済面の自立に非常に資するものだと思っておりますけれども、例えばこの金額ベースで言いましても、非常に少額の案件しか発注されていない、こういったことがですね、各省庁における内部規定がありましたけれども、それが実はなかったということが分かりました。こういうことをですね、しっかりと捉えてさらに進めていただきたい。この法律に大変力を入れて頑張られたと山本副大臣に、ぜひその決意をお聞かせいただけたらと思います。
山本厚生労働副大臣。はい、ありがとうございます。障害者優先等差推進法議員立法、私も変わらせていただきまして、問題意識は木村委員と共通同じだと思っております。まさしくこの法律に基づきまして、障害者就労施設の受注機会を確保して拡大をするということはですね、そこで就労する障害者の自立の促進の観点から大変重要であると思っている次第でございます。今、各府庁においては毎年度この物品調達のための方針を作成して、そしてその目標達成に向けて真摯に取り組んでいると思いますけど、まだまだ委員ご指摘の課題はあると思います。厚労省としては、そうした意味で各府庁のですね、調達の促進をするために、例えば橋渡しの各府庁と、それから障害者就労施設を橋渡しする障害者優先調達情報懇談会、例えば23の府庁長84名の方が、施設側は72名ですね、で施設側が共同発注とか特例子会社とか、84名の方々が交換をして、新たな取引先を拡大したとか、そういったことであるとか、さらに取り組み事例の公表、こういったことを通じて実施をしているところでございまして、引き続き委員ご指摘のこの調達に向けた取り組みの推進をですね、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。木村弥生さん、ありがとうございます。山本副大臣と医療的ケア児のことでも一緒に頑張っております。宮城県、福岡県では協定を結んでいます。ぜひですね、ソーシャルファームの視点を含めて多様な方々が生きがいを持って働ける、そんな環境づくりが孤独からの脱却にも健康維持にもつながると思いますので、ぜひそこのところを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。